片山梨沙と申します。今アメリカ16年目でジャーナリスト、イベントキュレーターなどの仕事をしています。1年間ボストンで、MIT のメディアラボで仕事をして、そっちでも、イベントやプログラムなどを作り上げて、今はこっちに戻ってきて同じようなことをしています。名前は大石武と申します。今は、サンフランシスコにある某 IT 企業で、ソフトウェアエンジニア兼、エンジニアリングマネージャーみたいなこともやっています。ここに来たきっかけは、ここに来て、4年半ぐらいですね、うん、年齢は28です。今の会社には2年ぐらいいるんですけど、その前は、日本の DNA っていう会社にいて、それの、こちらの子会社に、派遣されるという形で、ここアメリカには最初に来ました。佐伯智子と言います。年齢は31で、サンフランシスコに来てからは今1年半ぐらいです。で、来たきっかけなんですけど、その前フランスにちょっと1年半ぐらいまたいて、そこでも少し仕事をしていて、でその間にちょっとアフリカの方で働いたり、でその前日本で働いていて、いろいろ見た結果、このシリコンバレーが一番その、自分のやりたいこともできるし、環境として自分の性格に合ってるなと思って、何のきっかけもなくここが好きで引っ越してきました。今は医療機器の会社で働いていて、でこっちのスタートアップの医療機器の会社をいろいろ見て、そことパートナーシップを組んだりとか、あとここの技術を日本に送ったりっていう仕事をしています。三浦健太郎と申します。年は39歳で、ドーゼンという自分のソフトウェアのユーザーインターフェースの技術を開発する会社をやっています。以前は日本で、最初の仕事は日本でソニーで商品企画をやっていました。で、何年か働いて大学院、LA に留学してたんですけど、それを得て、自分たちでアメリカ人のパートナーと一緒に、起業しようということで、今、2年半ぐらいですね、サンフランシスコに来て、やってます。何年前ですか、アメリカにじゃあ来たのは。アメリカに、昔ちっちゃい時住んでたんですけど、大学まで、今回起業のために来たのは2年半前ですね。で、仕事のキャリアはずっと日本だったんで、仕事をしにアメリカに来るのは今回が初めてで、それがちょうど2年半前です。そのアメリカのイメージと、実際に働くようになってからのアメリカのイメージっていうのは、どのように変わっていったのか。イメージとして結構自分を出していかなきゃいけない、その分疲れるところもあるんだけど、ただ自分が何者でこういうことをやりたいんだっていうことをちゃんと伝えれば、その特にシリコンバレーはコミュニティがそれに応えてくれて、いろんな人紹介してくれたりとか、そういうことに対するこう許容度というか、それはすごくあるなっていうイメージがあって、来てみて実際ちょっと試しに1回夏休みの時に来たんですけど、やっぱりその印象通りだったんですね。でやっぱりこうその新しいことを始めるにはゼロからやっぱりいい場所なんじゃないか。僕の場合は、アメリカというかやっぱりシリコンバレーっていうのが最初にあって、なぜかというと、その日本で働き始めた時に、エンジニアとして働き始めたんで、その時点でやっぱりそのエンジニアの聖地、野球でいうメジャーリーグみたいな感じの、なんていうか存在としてシリコンバレーっていうのはあったんで、働き始めてそのシリコンバレーに行きたいっていう気持ちが芽生えで、なんとかしてくることができたんですけど、テクノロジーの最先端というか、例えば、最近の話で言うと、Spotify とか、アメリカでしか使えないサービスもいっぱいあるし、例えばサンフランシスコで始まってサンフランシスコだけでしか使えないサービスとかもあったりするんで、そういうのをもう いち早くその触れるというか、実際に体験できるっていうところは、日本にはないし、世界中どこにもないものなのかなと思いました。私がサンフランシスコに来た理由はやっぱライフスタイルかな。ライフスタイル、もうちょっとなんか優雅な生き方をしたかった。それで、ここでは仕事と遊びと
の関係っていうのがすごく健康的で、うん、あとはなんていうのかな、人と人の人と人のつながりが、うん、なんていうのかな、トランザクショナルじゃなくてなだけじゃなくて、本当になんかコミュニケーションを通して仕事も良くなるし、うん、まあ、自分の人生も良くなるしっていう、っていう生き方があるっていう話を聞いてそれってすごい理想だよね、うん、なんか仕事もうまくいく、ライフスタイル、うん、自分のプライベートもうまくいくっていうのが憧れる、うん、そうですね。で、私はこっちに来てロッククライミングとか、ね、すごく好きになって、最近はっていうか、まあ、結構ミーティングとかもロッククライミングで会った人とかと仕事をしたり、まあ、クライミングとかハイキングしながらミーティングを行ったり、犬の散歩とかしてる途中にアイディアをジェネレートしたりとか、そういうのが多いですね。それはすごくユニークだと思います。ここに、この前も登りながら、うん、すごいなんかハーバード卒のなんかロボット会社の CEO に会って、うん、彼もクライミング、もともとプロのクライマーで今はそのロボット会社の CEO をやってて、まあ、それって、まあ、仕事の関係を追求していったんじゃないけど、うん、結局これから私がやるイベントに彼出てもらったりとかできるから、まあ、そういうなんていうのかな、機会がいろいろなんかね、ケンも多分初めて会ったのはそういう感じの、うん、そうですね、うん、結構個人同士ちょっとした全然仕事とは関係ないところで、ね、なんかたまたま知人を通じて会ったんですけど、でもまあ意外と広い意味ではつながってるし、うん、プライベートも仕事もなんかこう、確かに日本だと仕事会社っていうのとプライベートって結構はっきり分けてるけど、うん、こっちってリサが言ったみたいに、やっぱそういう偶発的な出会いで仕事につながることも結構多いかなって気がしますよ、ね、あ、本当、うん、それは日本のソニーにいた時には思いましたね、うんうん、例えばソニーとかにいると、まあ、僕は比較的外に出てった方なんですよ。社内だけだとなんかつまんないなと思ったんで、うん、ただ面白い人に会って、あ、すごい魅力的な人だなとか面白いことやってるなってあるんですけど、でもソニーとして仕事が何かできるっていうのはやっぱなかったわけですね。やっぱ大企業だったし、でなんかそれはやっぱり結構面白いと思っても仕事につながることはほぼなかったんですけど、まあ、もちろん今はちっちゃな会社やってる、スタートアップやってるっていうのもあるんですけど、こっちやっぱ個人がね、あの前面に出てるんで、なんかあっては面白いことやってるなっていうことがちょっとしたことで、そのコンファレンス出てみないとか、ここで喋ってみないとか、あ、俺の知り合いも似たようなことやってるから紹介するよっていう、そういう動きがすごいサンフランシスコとかシリコンバレーは多い気がしますね。確かにね。トモさんどうですか？私のこっちに来る前のイメージは、うん、もうこれからしばらくアメリカにいようと思って、そうすると英語もあの同じぐらい喋らないといけないし、こうアメリカ人になるぐらいの気持ちでやらないといけないと思ってたんですけど、うん、逆に来てみると、その他のアメリカ人と同じぐらい頑張るっていうよりも、その自分 の、 その他のアメリカ人と違うユニークさ、自分がその差として他の人たちにあの違うものをどういうことを与えられるのかっていうことをもっと求められて、かその英語の発音とかがダメでも、とにかく話して意思を伝えることが大事だったりとか、その自分が持ってる、今まではそのもう日本の文化を捨ててアメリカ人みたいに頑張らないとと思ったけど、うん、その持ってる文化だったり、すごい理解してる、その日本から来たからこそ分かるアメリカの良さと、日本から離れてるからこそ分かる日本の良さと、そういう自分だけが分かるユニークさっていうのをもっと大事にして、そのアイデンティティっていうのを大事にしてあのやっていく文化なんだなっていうのが違いでしたね。仕事にしてもやっぱり日本よりもジェネラリストよりはスペシャリストを求めるような、うん、あの雰囲気というか、まあ何て言うんですかね、まあ、評価体系とかもそういう風になっているし、例えば、まあまあ、ポジションというかタイトル、ロール感っていうのが明確で、まあ、そのポジションがないと、まあ、基本的には食いを切られるというか、まあまあ、レイオフされる、まあ、それが日本だと例えば、まあ、ここじゃなくても、例えばじゃあ次はここの部署に行ってくださいみたいな感じに例えばなりやすいと思うんですけど、まあ、それは、まあ、労働の、まあ、法律がそうさせるのかもしれないですけど、まあ、とにかくそのスペシャリティがないとそしてそのスペシャリティを伸ばす方向をすごいこう尊重する社会というか、
まず自分が何者かって話結構しますよね。その日本人の場合ってまずマクロ、上からマクロから入るんで、どこどこの会社のこういうものですって言って、はい、あんまこう出す話し方をする人って結構珍しいと思うんですけど、こっちの人って、ま、そうなんですよね、こっちの人名刺はまあ出さないし、まあデザイナーだとかあのエンジニアだっていう話をするけど、どこどこでってまず別に聞かない限りはいる人結構少ないと思うんですよ。逆に言うのがタブーになってるぐらい、今タブー、うん、会った時に What do you do って言うと、なんかそれはちょっとパーティー用語じゃない、じゃないから。そうだよね。こっちはなんか逆にその会社名があんまり関係ないというか、そのなんかね、ツイッターにいてもそこからあの能力さえあれば横にどんどん移動していくから、今アップルで働いててもアップルがずっと守ってくれるわけじゃないし、うん、日本はその会社名でそのままこうその中で上に上がっていくから、すごく会社名がものを言うけど、こっちはその中で何をやってて、でそこの中で何かができる人はツイッターとか関係なく別の会社でアップルでもできたりとか、アップルからグーグルに移ったりとか、なんか そこで全く名前のない小さなスタートアップに行こうが、その会社の名前をみんなが知らないからといってその人を尊敬しなくなるっていうことはこっちには全くなくて、でなんかその、ね、会社名を知ってるか知らないかとかっていうのはあんまり関係ないから、だからあんまりこだわらないっていうのもあるような気がします。なんでみんなそうなんですかね、アメリカの皆さんはね。それに関係してるのかなと思うのが、例えば仕事の話とかちょっとして、まあ、どこどこで働いてますって話をしても、日本だとああそう知ってる会社だとああそうなんですねって言うけど、こっちだとで何してるんですかって必ず深掘りするじゃない、うんうんうん、日本人ってあんまそれしないけど、こっちだと、まあ、会社は分かったけどお前は何やってるんだって話ってなるんで、会社名言っただけじゃ答えになってないよね、うん、そもそも。なるほどね。だからやっぱ個人としての今日あなたは何者なんですかっていうところがやっぱ原点に結構あるのかなって気がします。それってどうですか実際。僕もアメリカいると多分それはいいと思いつつ、やっぱどっかちょっと気張ってるところもあるんですよ。やっぱ自分を理解してもらわなきゃ、自分を認めてもらわなきゃいけないっていうのもあるんで、それいい面も悪い面もあって、うん、多分日本人のそのなんとなく緩く受け入れてくれるっていう感覚に慣れてるとちょっとは疲れますよね、多分違うんで、なんか社名を言えばなんかとりあえずうんってこうもてはやされるようなちょっとあるじゃないですか、はいはい、日本の場合は、うん、あそこどこさ、あ、大きな会社です、あ、立派ですね、とかね。立派なのかどうか分かんないじゃないですか、その人が会社は立派かもしれないけど 何をやってるのか分かんなかったら、まあ、もちろん立派になる可能性があるかもしれないですけど。分かる分かる。それ僕もだって NHK にいた時に NHK なんですけどって言ったら、あ、なるほど、で今日はどんなお話ですかってすぐ聞いてくれたけど、あのフリーランスのなんとかという堀と言いますって言っても、はぁ、あ、全然違うんですよ、全然違う、取材なんですけどって、ええ、それ何に乗るんですかとか言って、結構大変ですよね。でも会社言えばそれで全てが OK みたいな、まあ、それは楽ちんといえば楽ちんですよね、まあ、この街はなんかスタートアップの CEO ばっかりだっていうなんかジョークがあるけど本当で、だから誰で何やってるんですかって言ったら、あ、社長ですっていう人がいっぱいいるから、 LA に行くとみんな俳優ですって同じもの何も出てなくてもみんな、まあ、みんなが社長の街だから、肩書きを言ってもね。そう、まあ、確かにね。逆に他にも何かありますか、日本から来てアメリカに来て驚いた、これは全然違うなとか、なるほどねっていうようなことってありました、発見。なんか年齢とか性別があまり関係ないというか、本当にそのさっきと同じように何をやってきたかっていうところがすごい求められるので、日本はあの大きな会社のコンサルで働いたんですけど、まあ、それで日本の大企業とかに行ってあのマネジメント厄介とかで言うと、もう女性は一人もいなくて、みんなおじいさんばっかりでっていう環境ですけど、こっちはまあ年齢も女性とかも関係なく、あの応募するときもそういうの書かないし、で入社してからも年齢もあの性別も関係なく採用して、何をやってきたのかっていうところだけを見て評価するっていう、そこはあの私はやっぱ女性として働きやすい、頑張りさえすれば認めてもらえて、その代わり頑張らなければそういう会社が大きな会社の名前が守ってくれるっていうことはないっていう、もうやった分だけ帰ってくるし、まあ、やらなければ何も得られないっていう環境が日本とは違うとこかな。